三、二、一、スタート。こんにちは、イケメンブラザーズです。わっしょーい。最近体がキレキレになってきました。ダラダライド、柴田ライです。とかよ、まあ、ゴルフもダンスも僕の方がキレてるんじゃないですか。私、熱くなれば熱くなるほど燃える男、元高校球児の馬場修司です。だからこれ以上熱くせんといて。ごめんなさい。最近暑いんで麦茶に砂糖入れて飲んでます。ドクトテン佐藤です。いや激ヤバじゃないですか。糖尿病なんて。サイドステップ練習中、栄え店加藤です。あんな仮歩きだって。よろしくお願いします。わっしょーい。さあ冗談はさておき、今日は大リノベーションした物件のご紹介です。名古屋市千種区新西のレジデンス徳田 3DK を 1LDK に大改装しました。 3DK を 1LDK に大改装。要チェックや。6畳2間とダイニングをつなげて18畳の大きなリビングにしました。ワイドなのに奥行きもあるので、大きなリビングテーブルやダイニングテーブルを置くこともできます。ワークスペースや大型テレビ、ホームシアターも置くことができます。キッチンはリビングを見渡せる対面式のカウンターキッチンです。 IH 2口コンロも付いています。調理スペースもとても広く料理がしやすいです。ああ、こんないいキッチンで可愛い彼女にご飯とか作ってもらえたらな。募集中です。こちらまでお願い。で、お風呂もですね、新品に取り替えておりまして、さらに洗面台も新調しておりますので、気になる水回りもバッチリです。新品のお風呂っていいな。57平米の 1LDK はあまり見たことがありません。単身の方や新婚さん、カップルさんにもおすすめです。新婚さん、カップルさんって佐藤さん、彼女いましたっけ。僕は見てくれる人すべてが彼女なんで、一緒にしたいと思われていいですか。境まで意外と遠いと思われるかもしれませんが、車で20分、最寄りのバス停までは3分で行けて、境まで1本で行くことができます。森山区に住んでいる私でもアパマンショップまで40分ぐらいかかるんで、とても早いですね。さらに近隣にはスーパー山中、メガドンキホーテ、さらに、アピタの千代田橋店もあるので、買い物にも非常に便利な住環境となっております。さらに小型犬1匹飼育が可能です。大開放のお部屋で走り回るワンちゃん、元気いっぱいですね。一人暮らしも寂しくないね。大改装したレジデンス徳田、ぜひご覧ください。待ってます。わっしょーい。お疲れ様です。